マディソン・ハベルは、アメリカ合衆国ミシガン州、ランシング出身の女子フィギュアスケート選手。パートナーは、ザカリー・ダナヒュー、兄のキーファー・ハベルなど。2018年、ISU グランプリファイナル。2014年4、大陸選手権優勝。2018年世界選手権銀メダル。2019年世界選手権、銅メダル。2018年4月13日。 スペイン代表のアイスダンサーであるアドリア・ディアスからプロポーズを受け婚約した。ミシガン州ランシングに生まれ5歳の時にスケートを始めた。2001年実刑のキーファー・ハベルとカップルを結成し2006年には全米選手権のジュニアクラスで2位になるまでに成長した。2006から2007シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦。 初戦のクール・シュベル大会で2位、2戦目のハーグ大会は優勝し、ジュニアグランプリファイナルへ進出を果たした。初出場のファイナルでは CD で2位スタートとなった。ものの、OD と FD で1位となり初出場で、初優勝を飾った。世界ジュニア選手権では、CD で12位と大きく出遅れ、その後も、制裁をかき6位に止まった。2007から2008シーズン。 ジュニアグランプリシリーズへの出場が予定されていたが、怪我により欠場。復帰戦となった全米選手権では、ジュニアクラスで、初優勝を飾った。2008から2009シーズン、ジュニアグランプリシリーズで2勝を果たすも、ジュニアグランプリファイナルでは2位に終わった。全米選手権では初めて、シニアクラスに参加して、ピューターメダルを獲得。 三度目の出場となった世界ジュニア選手権では、CD から次第に順位を落とし、メダル獲得には至らなかった。2009から2010シーズン、シニアに移行。10年間指示をしたユーリチェスニチェンコと、ヤロスラはネチエワの元を離れて、パスカーレ・カメレン後にコーチを変更した。初めてのシニアの ISU チャンピオンシップとなった4、大陸選手権では、銅メダルを獲得した。 2011年5月12日、キーファーとのパートナー会賞とザカリーダナヒューとのパートナー結成を発表した。国際大会デビューとなったネーベルホルンハイで、いきなり優勝を果たした。全米選手権では3位となり、初の世界選手権の代表に選ばれた。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイで2度目の優勝。スケートカナダで3位となり、 グランプリシリーズで初のメダルを獲得。全米選手権では2年連続で4位となり、そっちオリンピックへの出場とはならなかったが、4大陸選手権では初優勝を飾る。世界選手権の第1補欠に選ばれていたが、全部の手術のために出場を辞退した。2015年4月、マリー・フランス・デュブレイユ、パトリス・ローゾン夫妻にコーチを変更し、練習拠点を、 カナダのモントリオールへ移した。2015から2016シーズン、エリック・ボンパールハイは FD の前に中止となったが SD1 位が最終順位となったためグランプリシリーズ初優勝を飾った。初進出のグランプリファイナルでは6位。世界選手権では自己最高の6位に入った。2016から2017シーズン2年連続の グランプリファイナル進出を決めた。同大会では5位となり、同じアメリカのマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組に2012年全米選手権以来、約5年ぶり勝利を収めた。世界選手権では SD で自己ベストを更新し、アメリカカップル最上位の3位につけた。 しかしながら、FD のシンクロナイズドツイズルで、ラナヒューが点灯する大過失を犯し、9位に順位を落とし初メダルを逃した。2017から2018シーズン、スケートカナダで2位、NHK 杯で3位となり3年連続の進出となった、グランプリファイナルでは4位となった。全米選手権では、SD2 FD2 ながらも TSS1 位で、 初優勝を果たし初めて五輪代表入りを果たした。ピョンチャン五輪では SD3 位につけるも FD でのシンクロナイズドツイズルでのレベルの取りこぼしやこれをツイズルのノーカウントなどミスが響き4位に終わった。世界選手権では SD で全ての要素でレベル4を揃え自信発の80点超えとなる80.42で2位につけると FD でもレベルを揃える安定した演技で、総合2位となり、悲願のメダルを獲得した。マディソン・ハブル・アナウンス、エンゲージメント2スパニッシュ・アイス・ダンサー、エイドリアン・リアズ・ハット・アイス・ダンサーズ・マジソン・ハブル&、キーファー・ハブル・アナウンス・コーチング・チェンジ、マディソン・ハブルキーファー・ハブル、アナウンス・エンド・オブ・パートナーシップ、マディソン・ツ・コンティニュー。スケーティング・キャリア・ウィズ、ザック・ドナヒュー。 US フィギュアスケーティング、メイ12、2011、デイビスホワイトエレクトノット2トコンピート AT2014、ワールドチャンピオンシップスハット、ハブルドノヒュートトレーンウィズ・デュブロイローゾンパリ、同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SD の順位が最終結果となった。2020年全米選手権結果ハットマディソン、ハブル、 ザックドナヒューオールレディシンキング、アバウトワールズインモントリオールハット https コロンスラッシュスラッシュウェブドットアーカイブドットオアルジスラッシュウェブスラッシュ20180529025636スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.isuresults.com スラッシュビオススラッシュ isufs00013466.htm http:figureskatersunline.com ニュース2018-05-02マディソン・ハブルザッカリードナヒューセレブレイトゼアベストシーズンイエットダンスチームズヘッドツーモントリオールインホープスオブリバースハットハブルドナヒュープレイツートストレングスズインソチプッシュありがとうございます、uh huh.